歩きまんまなんだけど、行きます。あ、そう？まずその箸の持ち方に問題があるんだろう。そうなの？行け。そうだって検証になるまで巻き込まずに打ったでしょ。いやだからその持ち方だってさ、あんまりかき回さないよね。あ、納豆だよ。どうした？ネバダ系がいっぱい入ってる。これ何で仲間が聞こえるの？虹色の恋とかって言うや。虹色の水の井っていうのが中村明子の歌なんだ。中村明子って誰？え、あの女優で歌手であのおばちゃんがいるじゃない。わからん、誰やろそれ。たくさんいるけどな。ありそうだな。確かにな。そう、大竹しのぶさんと取り合った人はまだ。え、サンバちゃんを？違う。あ、服部さん。え？覚えてない。わかんない。違うか。これ辺にお風呂がある。うん、あ、お風呂はある。で、このままです。なんかね、海苔が巻きついてる。そりゃそうだろう、そういうやり方したら。一日で。まあいいんじゃない。いい感じになってんじゃない。どう？やる気まんま？ちょっと待ってないね。本当は7月の終わりは。それをこういいと思ったら、こう海苔に巻いて。おお、なるほど。みんなに配給をする。配給するの？私が。そこまでするんだろう、仕事するっていうのは。あ、そういうこと？え？大丈夫？私異常じゃないよ。ありがとうございます。じゃあもうじゃあ様が食べるところまで取っとくか。もうじゃあ様優しく入ってるわけですよ。来た、これ足りて。あらあらあら、感想うまい。